ネクストチャレンジ。はい、具志堅用高ネクストチャレンジ始まりますよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。具志堅さん、はい、今回もボクシングの話題を。ボクシングの話題。スーパーバンタム級に井上チャンピオンが階級を上げたということで、うん、はい、4団体空位になったんですが、はい、まあ、先日井上拓馬さんが WBA を取りまして、取りましたね、バンタムで、はい、他の団体も動きがありました。はい、WBO にジェイソン・モロニー、この前中谷選手に負けた双子のお兄さんの方が WBO の世界タイトルを獲得、うん、取ったんですか。はい、はあ、そして7月にドネアが WBC のタイトルマッチに挑戦すると。はあ、あ、井上チャンピオンとやった後か、はい、再帰戦。はい、うん、続々とベルトっていうのが新チャンピオンの元に行ってると。行くと、はいはいはい、ということで、うん、まあ、井上拓馬さんが4団体また統一したいと言ってるんですが、うん、今後どういう動きになっていくのかなっていうのをちょっと具志堅さんと喋りたい。うん、うん、まあ、このまずモロニーの方は井上尚弥チャンピオンには KO 負けしているんですが、うん、弟さんの試合、中谷淳太さんの試合したのを見られたと思うんですが、うん、かなりこのお兄さんの方もいいチャンピオンで、うん、そして WBC 今度挑戦する、まだチャンピオンではないんですが、まあ、ドネアね、ドネアさんね、というところなんですが、まだ力はあると思うよ、ドネアも。はい、こういったところが今後ライバルになってくるんですが、拓馬、うんうん、さんどうなると思いますか。まあ、その前に僕は初防衛戦やると思うけど、どうですかね。確かに、まあ、防衛戦を挟んでっていうの、うん、まあ、どちらもまだ新チャンピオンになったばっかりなので、うん、チャンピオンになってすぐ統一戦っていうのはなかなか難しいかもしれない。初防衛やるんじゃないかなと思いますけどね。いきなり統一戦はしないと思いますね。そこはまあ焦らず階級を揃えていく、うん、はい、そして同じ大橋ジムの武井さんももしかしたらバンタム級に下げて挑戦していくんじゃないか、うんうん、チャンスはないことないね。うん、今世界ランキングはスーパーバンタムでなってるんですかね。はい、スーパーバンタムの東洋のベルトを持ってます。東洋ベルトね、うん、まあ、バンタムをやるときは、まあ、どういうふうにやるか。減量自体はそこまで苦にしないと言ってるんですか。うん、バンタムの1位だったら指名試合の権利でやりやすいんだけどね。バンタムの挑戦したときは1、2下の方でやっていくのかちょっとわからないけど、まあ力はありますよね。スピード、パンチ力もありますね。はい、ただまあドネアはまあ復帰戦なのでどうかというところなんですけど、うん、この WBC、まあ、ドネアが一番力があるんじゃないかなと素人の僕は思ってるんですが、具志堅さんから見ていかがですか。ああ、ドネアはやっぱり復帰戦でチャンピオンになる可能性があるね。決定戦ですか。はいね、クイだからね。はいはい、元チャンピオン同士でやってますからね、1位にはそのまま残るでしょうね。はい、過去の実績とか見たら。はい、IBF はまだ空位のままなんですが、うん、まあ、これもまあ年内には埋まるだろうと言われてます。うんうん、そして他にもちょっとボクシングのニュースが何個かあるので、矢、はい、吹さんが、はいはい、ちょっとアキレス腱切っちゃった。はい、うわ、あのお兄さん、はい、お兄さんの元ライトフライ級のチャンピオン、次戦があの挑戦者決定戦、うん、まあ、世界タイトルマッチもう少しっていうところだったんですが、うん、ちょっと怪我でまたアキレス腱ということで練習で、はい、もしかすると1年ぐらい。じゃあできないよ。できないか。俺も切ってますから。はい、アキレス腱を切ると全く練習できない。拳などだったら、うん、それ以外の練習とかができると思うんですが、うん、なかなか下半身で1年でも厳しいよ。うん、リハビリをしなくちゃいけんし、うん、それより弟の方強いよね。あ、そうですね。スーパーフェザー、はい、スーパーフェザーですね、はい、あれ強い。もうそろそろ試合じゃない。リキーさんは世界前哨戦として6月10日に、うんうん、リカルド・ニュネス、うん、パナマの選手と。パナマ、はい、うん、それも面白い選手ですよね、はい、うん、リキーシ、うん、そして他の話題で言うと、うん、京口さんが階級を一つフライ級に上げて、ね、10回戦を行いまして、はい、3対0の判定勝ち、うん、KO を狙ったみたいなんですが、まあ、なかなか KO はできず3対3の判定勝ちと、うん、京口さんは今後主戦をフライ級に上げるということ、うん、具志堅さん的にも階級を上げた方がいいんじゃないかと言ってたんですが、
そうですね、ライトフライで相当に減量してパスした後のこの試合までのコンディションが作れてないと思うんですよ、僕は。重いもん、体が。だからどれだけ上げてるか、水分取りすぎて5キロぐらい戻してると思うんですよね、4キロから5キロ。その間にやっぱり水分が取りすぎて、もう動きがもう鈍くて。でアメリカでやった方がいい試合だったね、私は。メキシコでやった時は。ああいう試合展開やればよかったんだけど、まさか、ケンシロウに一発でやられるとは思わなかったね。ケンシロウチャンピオンは、まあ、そのままライトフライ級に残って、統一を目指すということで、うん、そして、まあ、フライ級にいた中谷チャンピオンが、スーパーフライ級に上げてね。まあ、フライ級、今、日本人チャンピオンがいないので、いないか。まあ、京口さんがそこのチャンピオンを狙っている。はい、そういうのも面白いね。はい、はい、はい。そして、もう一つ上の階級、スーパーフライ級でいうと、田中康生選手が KO 勝ちで、はい、またこの世界ランカーと勝ったので、今 WBO のランキングが3位だったんですが、はい、またランキングを上げる可能性があると。今度フライよりまたスーパーフライの世界チャンピオンが日本でまた集まるかもしれんけどね。ね、そうフライのチャンピオンが上げてやるんでしょ。そういうのにやっぱり今度またね、この大関決定戦をやれば、投手戦をね、やればまた面白くなるし、はい。田中康生さんの場合は今4階級制覇を目指しているということで、それまた期待したいね、はい、うん、どうですか具志堅さん、一時期は、まあ、井上チャンピオンがベルトを返上したり、井岡チャンピオンがベルトを返上したりとか、うん、チャンピオンっていうのがかなりガクッと減ったんですが、減ったですね、はい、これからまた上げてチャンピオンがまたポンポンポンと誕生するのを期待したいね、はい、そうですね、はい、面白みもある、はい、うん、そうそう、これからやっぱボクシング界をね、見る楽しみがある、はい、まずは、そして6月は井岡選手がもう一度チャンピオンに返り咲くかですね、一番早いの、そう、はい、6月の、はい、井岡チャンピオンの、はい、そして、まあ、田中康生さんのと日本人ではないんですが、うん、先日のカシメロね、はい、あの試合バンタムでいろいろ問題を起こした試合前にね、はい、具志堅さんも試合見られたという、見たね、いかがでしょう。つらかったよ。うん。もう一路のところは振り回して、ブンブン丸でね。はい。いやー、相手も強かったんですよ。それがやっぱり、大きいパンチで相手が倒れてさ、そこで終わりかなと思ったら相手も立ち上がってきたり、うん、3回くらいダウンされたかな。最終的にはフルラウンド、12ラウンドまでやったね。カシメロは結構スタミナが一つ課題と言われてるんですけど。いやー、だけど、あまり感じなかったですか。一ラウンドから、ブンブン行ってさ、はい、俺もだから途中無理かなと思ってたら、最終ラウンドまで戦ったね、うん。カシメロはこれで東洋のランキング1位になったので。東洋か。はい。うん、もしかすると、今その東洋のベルトが武井さんが持ってるので、やる可能性も。世界に行くんじゃないの？あ、カシメロの方も。カシメロは。うん、まあカシメロとしては元世界チャンピオンで、はい、チャンピオンだから、チャンピオンまた狙ってると思うんです。この間の俺で見たのはあれタイトルマッチじゃないの？ WBO グローバル、グローバルですね、グローバルか、地域チャンピオン12ラウンド言ったね、はい、そしてまあカシメロは今プロモーターが日本なんで、ね、はい、らしいね、はい、へえ、伊藤正幸さんがやってる団体、伊藤らしいね、はい、もしかしたら日本人とまた、うん、かなりリスクはあると思うんです。じゃあ日本には呼ばないかな。一回問題いろいろあるから、怖いから。カシメロ。意外と年齢がいってて34歳。今。はい。うん、ということで、次がラストチャンスぐらいかもしれないですか。うん。でもまだパワーありましたよ。はい。フィリピンの選手は、でもそうですね。ドニアであったり、パッキャオであったり、うん、結構年齢がいっても長い選手も多い。そうなんですよね。はい。ということで、具志堅さん。はい、今回は、まあ、ボクシングニュースという形で、はい、触れさせていただきました。はい、本当に楽しみですね。6月7月はですね、全部で皆さんで応援しましょう。試験予行ネクストチャレンジ登録もよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。